今週も楽しくおしゃれに。サガロイヤルゴルフクラブは平成元年にオープンし31年を迎えております。コースはアップダウンが少なくフラットなコースとなっており、コース間のインターバルも短くラウンドしやすいコース設計となっております。さあゴルジョー、今回も前回に引き続き GD オープンをお送りしますが、はい、寺岡さんがいいプレー見せてますね、はい、バーディーも出てますからね、非常にレベル高いです。楽しみですね、はい、それでは引き続きご覧ください。15番江崎さんの3打目、ちょっと距離のあるバンカーですが、うん、打ち方のポイントとしてはそこまで状況としては難しいバンカーではないので、あまり強く打ちすぎずに取れるといいと思います。うまく打ったんじゃないですか。いいですね、ナイスアウト。ナイス、はい、17番平井さんの3打目、これまでのゴルジョのレッスンの中でも登場してますけど、やっぱりスウェーする動きっていうのは最下点においてかなり悪い影響を及ぼすことが多いので、距離は短めなのに比較的多めに体重移動もしてたので、まあ、腰の位置ですね、そこを右にずれないようにその場で回転する意識を持って打つと、もう少し精度は高くなってくるかなと。寺岡さんの打ち方どうポイントになります、ロフトを寝かせてエッジのこのカラーのところまでを超える打ち方ができればもう満点じゃないですかね。さあ見てみましょう。寺岡さんのアプローチは、まあこうなっちゃいますね。なるほど、グリップの位置がやっぱりね、結構左足寄りにあったので、はい、ああいう状況ではね、まっすぐにシャフトが重なるぐらいするとロフトがしっかり寝てくるので、だから割とこう左足体重というよりはちょっと右足寄りでいいです、重心は。いや難しいホールでしたね、そうですね、ゴルジョのみんなもちょっと苦戦してましたけれども、はい、あと一ホール、ね、頑張ってもらいたいと思います。楽しみながら、はい、次週は最終ホールです。それではゴルジョ、また来週。ゴルジョはゴルフダイジェストオンラインの提供でお送りしました。